多面的機能支払い交付金とは、水路、農道、ため池及び乗り面等、農業を支える、共用の設備を維持管理するための地域の共同作業に支払われる交付金である。多面的機能は、農地の洪水抑止機能に代表される農業の二次的な機能を指す。平成26年度より実施された。多面的機能支払い交付金は、 それまでの農地、水保全管理支払い交付金が組み換え、拡充されたものであり、中山間地域等直接支払い交付金及び環境保全型農業直接支援対策と並んで、日本型直接支払い制度の一つである。農村地域の少子高齢化及び過疎化等により、それらの地域の共同作業が困難となり、農業に関係する共用の設備の維持管理に支障が、 生じ始めている。また、そうした共同作業が困難となることにより、農家の負担が増加することも懸念されている。このため、従来から行われている農業者等のその種の共同作業に対して、国及び地方自治体が資金を援助することとなった。農業者及び地域住民等は、グループを作り、活動計画書を決定する。 グループはそれをもとに市町村と協定を結び、共同作業を行う。それらの作業に対して、協定で定められた農用地の面積に応じて、国及び地方自治体から交付金が支払われる。一方で、行政においては、国の支援及び指導のもと、都道府県が基本方針を決定し、市町村は住民側と協定を結ぶ等するとともに、 活動の実施状況の確認等を行う。多面的機能支払い交付金には、農地維持支払いと資源向上支払いの2種類がある。農業維持支払いは、農業を支える共用設備の基本的な維持管理に対する交付金である。対象となる活動は、水路の泥上げ、農道の砂利補充、ため池及び農地の利面の草刈り等である。農地維持支払いでは、農業者のみで、 活動組織を作ることも可能である。対象の農用地に支払われる単価は、10R あたり、他は3000円、畑は2000円、草地は250円である。資源向上支払いは、共用設備の軽微な補修等の共同作業、及び共用設備の長寿命化に対する交付金である。共同は、水路の機能診断及びひび割れ補修等、 共用設備の警備の補修等を主に行う共同作業である。共同には、これら施設の警備の補修の他にも、農村環境保全運動及び多面的機能の増進を図る活動がある。農村環境保全運動では、植栽活動、または生物調査等が行われる。また、多面的機能の増進を図る活動には、田んぼダムの建設等による防災、 減災の強化があり、その他、水田漁道の設置等の幅広い作業を含む。対象の農用地に支払われる単価は、1 0ルあたり、他は2400円、畑は1440円、草地は240円である。長寿命化は、共用設備の補修及び更新等を行い、長寿命化をする作業である。共同と異なり、警備ではない補修、更新等が対象となる。 対象となる作業は、老朽化した水路壁の上塗り、農道のアスファルト舗装等である。対象の農用地に支払われる単価は、10R あたり、他は4400円、畑は2000円、草地は400円である。ありがとうございます。